例の人肉を食べるという鬼のことか。その後どうなっておるのだ。目明かしを使って調査しておりますが、詳しいことは分かっておりません。それに使っていた目明かしどもが次々と姿を消しておりました。殺されたということか。おそらく。であるか、麦穂。かしこまりました。数人連れてかの人をお迎えに上がりましょう。ふん、では私も付き合おうか。柴田様が同行してくださるのなら千人力でございますね。抜かせ。お前との対戦では五分ではないか。では殿、行ってまいります。うむ、我はもう休むゆえ、健介のことは頼む。では明朝、表情の間で会おう。クオン、くどいようだけど本当にいいの？逆に聞こう、ユイナよ。キャツは我の命を狙う悪党だと思うか？それは正直そこまで危険だとはもう思ってないけれど。であるか、マムシの娘としてお前も様々な輩を見てきたはずだ。そのお前が危険を感じないのは、つまり安全だと言いたいの？安全かどうかはまだわからんが、危険ではない。キャツと話していて我はそう確信した。やれやれ、そういうとこパッと分かっちゃうのはかなわないな。キャツとじっくり話してみればおのずと感じ取るところもあろう。頼むぞユイナ。分かってるってば。うん、頼りにしているぞユイナ。頼りにされてあげましょう。でクオン、これからどうする？お風呂にする？ご飯にする？ケンスケが帰ってくる前に風呂に入るとしよう。付き合えユイナ。
剣撃の音、急ぎましょう。あの待て、麦穂、しばし様子を見る。そんな、落ち着け。あの様子ならばそう簡単にはやられはせんだろう。奴の誠の実力を推し量る。殿のご命令に逆らうことになりますよ。承知している。だが、織田家の家老として奴の実力を見極める必要がある。わからんが、他国に行かせるには惜しい人材だというならば、この程度の難局は乗り切ってもらわんとな。意地悪ですよ、美月様。私とて好きでこのような振る舞いをしているわけではない。しかし、殿の身辺を守るのも我らの務め。キャツの力をこの目で見る絶好の機会を利用せんてはない。危なくなったらすぐに助けに入ります。そのつもりでいてください。わかっている。ご無事ですか？